魚が元気に泳ぎ回る水槽。この水槽、実は10年以上も水を変えていないという。その理由は水槽の中にあった。一見すると石のようにも見えるが、実はこの中にあるものが入っている。これだ。納豆菌が見せる驚きのパワーに世界中から熱い視線が注がれている。熊本県宇城市、株式会社ビッグバイオでは創業以来、一つの微生物にこだわった商品を作り続けている。その微生物とは納豆菌だ。納豆に使われる微生物なんですけど、水質浄化能を持ってたり、カビに対する、抗カビ効果を持ってたり、まあ、いろいろな効果を持ってる微生物ですね。納豆菌の餌はアンモニアや有機物、つまり匂いや汚れの元だ。商品にはこれらを分解する働きをそのまま利用している、まあ、化学薬品と違って、人とこれまで共存してきた生き物ですので、その力を人間が利用して環境浄化に使うというのは、まあ、自然の摂理にのっとった、そういった技術を利用しているんじゃないかなと思いますね。3年間の研究の末、納豆菌にたどり着いた。人にも自然にも無害で、なおかつ有機物を分解する能力があった。この中に入っている納豆菌は100万個以上。無数の穴に特殊技術で封入してあり、水につけると活動を始める。まずは穴の周りについた汚れや匂いの元を食べて繁殖し始める。条件が揃えば、なんと30分に1回のペースだ。増えた納豆菌は次々に水の中に飛び出し、今度は水中にある餌を食べ、さらに増え続ける。こうして有機物を分解し続けるのだ。その効果は納豆菌が生きている限り続くという。これがですね、平成13年の10月の13日から現在まで水の入れ替えをしてない水槽です。10年以上濁らないこの水は、これまでにもあらゆる場面で納豆菌の存在を証明してくれた。いわば戦友のような存在だ。納豆菌を使った水質浄化は、ブロックを入れるだけという手軽さも手伝い、地域や自治体だけでなく企業にも受け入れられるようになった。本来納豆菌はアルカリ性の環境では生存できないと言われている。そのため強アルカリであるコンクリートブロックに混ぜることは不可能だと思われていた。ところが納豆菌の仲間を組み合わせた BB 菌は、強アルカリでも活発に活動することが証明されたのだ。常識にとらわれない素人の発想が不可能を可能にした。